レイくん、レイくん、え、レイくんいる？レイくん、 CT ちゃんこんばんは。かわいい、嬉しい。え、ブロックされちゃうのってブロックしないよ、ブロックしないよ。そういえば YouTube 見てたら広告で急にアミちゃん出てきてびっくりした。え、嘘、何の広告？私なんかまた使われてた？怒ってるアミちゃん、やっぱり可愛いねって。あ、あー、あれか、あのあれね、ゲームのアプリのやつね。あれ使われてんだ、恥ずかしい。ご飯できたよのやつ。え、ブロックされるのかって。ゆうちゃんしないってキラボシありがとうございます。大丈夫だよ、ブロックしないから。あ、リリーちゃん来てくれてありがとう。天才アミちゃん、そうそうってありがとう、見てくれて。 CT ちゃん、プンスコピーな顔も見たいなって。アミちゃんかわいい、おかえりなさい。リリーちゃんおかえり、来てくれてありがとう。やばい、いよいよあさってから始まる。やばいね、あさってからだよ。あさってさ、この間のみんなに書いたお手紙を郵送するので、届くの楽しみにしてて、あさって郵送するしてもらうから、リリーちゃんを楽しみにしててね。 XYZ ちゃんこんばんは。プーさん来てくれてありがとう。フリー素材アミちゃんって、そうなの、私割とね、写真とかね、たまに使われてたりするんだけど気にしないで。てか教えてほしい、何に使われてんのか気になるXYZ ちゃん、アミちゃんズになってありがとう。119人目。昨日引用ポストだけして配信に来れなくてごめんって。全然だよ、いすずちゃんありがとうね、来てくれてありがとう。宣伝もしてくれて本当に助かります。もういっぱい宣伝してもらえたらもう本当に嬉しいので、あさってからね、いよいよ予選が始まるので。いただきました、 CT ちゃん。アミちゃん119人目。アミちゃんにの人が出るマッチングアプリそれ何？何のマッチングアプリ？似てる人か。でも私じゃないってことね。でも私マッチングアプリの写真とかも使われてたらしくて、だから気をつけて、その人に会っても私は来ないから竹本ちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。ん、呼んだって。うん、リリーちゃん呼んだ。リリーちゃんにお手紙書いて、メッセージカード書いて、あさって郵送してもらうから待っててね。みーちゃんタップル、あー、みどりちゃんでしょ多分それ。はるみさんこんばんは、来てくれてありがとう。キラ100ありがとう、竹本ちゃん。ふがまるさんこんばんは。みゃーちゃん来てくれてありがとう。昔に比べて平均気温が高いのと熱中症が現代病になってるからねって。ね、もう熱中症の人めっちゃ多いんでしょ。気をつけてね、寝てる間とか。たなまるこんばんは。みゃーちゃん200回目ありがとう。200度目まして。アマビアちゃんこんばんは。タン推しの配、あ、推しの配信に専念してましたって。あ、そうだったのね、いすずちゃん。いすずちゃんは、推しちゃん、どの推しちゃん？受かったらいつお披露目とか決まってるって。8月末に合格者が決まって、そっから多分1ヶ月くらいは練習とかだから、お披露目は、んー、もし合格することができたら予想は10月とかかな。おつ K.I. ちゃん、おつありがとう、来てくれて。あみちゃん来るなら入りますって竹本ちゃんダメだよ。パスタ星人こんばんは。竹本ちゃんハートありがとう。そしてブロックって、ブロックブロックだよ。ナイトプールどうでした？まだ行ってない。え、やばい、住所バレてないよねって。うん、マネージャーさんしか見れないから大丈夫だよね、チューしようって。 K.I. ちゃん、
え、ブロックってみんなブロックに反応してる。最近食事の塩、食事が塩分少なめになってるせいもあるのよって。あ、そういうこと？最近の食事が。なるほどね。塩分取ってね。カイトくん拍手、ギフトありがとう。おやまくんこんばんは。ケイアイちゃん GG ありがとう。XYZ ちゃん星ありがとう。カイトくん音符ありがとう。天中くん2回目ありがとう、さっきぶり。ピプロも来てくれてありがとう。エモジさんこんばんは。パパパちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。アマビエちゃんシャボン玉ありがとう。ヒデさんこんばんは。ヒデさん、ももひでさん、フォローありがとうございます。これからよろしくお願いします。今日も大人っぽいですねって。本当大人っぽい、嬉しい。今日はこの魔女の宅急便のジージーちゃんと一緒に配信です。アマビエちゃん、シャボン玉ありがとう。キ、エアコン寒いって。エアコンね、確かに27度とか26、7度とかにしてる。ピプロシャボン玉ありがとう。キジージーありがとう。おめめくりくりジロジロさんこんばんは。おやまーくーん、バラありがとう。カレアイさん10月に3周年があるはずなので、そこでお披露目かと想像してますって。パパパちゃん、なるほど、確かに確かに。え、もう絶対入りたい、絶対受かりたい、もう頑張ります、絶対合格、絶対合格。もう受験生みたいにもう必勝ってつけようかな。カレンのアイボリーさんってグループ初めて知った。本当にもうめちゃくちゃね、みんな可愛くて、楽曲もいい曲しかなくて、本当にいいグループさんだから、みんなにもいっぱい見てほしい、本当に。近藤ちゃんこんばんは。昔低気圧だったら塩分なんて全く気にしなくて、今血圧ちょうどいいって。あ、そうなのね、竹本ちゃん。でも私は、私血圧低くって、そう、血圧低いんだよね。100ないんだよね、下が。俺いつも風量4で18度に設定してる。え、秀明くん寒いじゃん。うちのエアコン30度でも寒いから困ってる。え、聞きすぎじゃないそれ、すごっ。話しやすいアイドルが好きって。話しやすいアイドル、確かに。お話ししやすいアイドル、必勝大喜利アミちゃんって昨日はポラライトさんっていうグループのりっちゃんのところにいましたって。あ、そうなんだ。ポラライトさんも可愛いよね、めっちゃ。なんか、なんだろう、雰囲気がさ、儚げな感じ、なんか水色感かわいい。え、血圧ってみーちゃん、みーちゃんは椅子になってくれるんだもんね。ティフ受けていていた方が相当数カレアイさん受けるみたいですねって。そうなの、本当にそうなんです。だからみんな強い方が多くて、でティフ受けてた方は予選からだから、多分やばいよ。こんばんにゃー、鍋アロンソ来てくれてありがとう。 KI ちゃん、アイボリー、アイボリー、そう、アイボリー、あれ、カレーなアイボリーさんです。血圧下が100ないのって普通だよって。あ、そうなの、普通。あ、そうなんだ、じゃあ大丈夫か。なんか300人くらいってマジって。近藤ちゃん、もっと多いよ、もっと多い、400人くらいかな。あ、色だった。なんなりとお申し付けくださいみーちゃんん、キララちゃんがスタダからやってるみたいだよって。あれ、ほんとに。え、ちょっと不安になってきたんだけど、私大丈夫だよね。マジか、やべえって。やばいよ、ほんとに。上が100ないんじゃないって。あ、そうかも。なんか血圧低いですねって言われた前に。
なんか前血圧測ってもらった時に血圧低いですねって言われた。トラジローこんばんは、来てくれてありがとう。そうですね、アミちゃんと決勝ティフで一緒だったキラリさん予選出てたって。そうなの、そうなの、本当にそうなんですよ。新ルーム作ってやってるって。あら本当、確かに結構みんな新しいアカウントになってる方多いよね。新ルームになったかららしいよって。なるほど、私はこのままで OK って感じだった。400人いて受けようと思ってるのがすごい。自分だったらその時点で諦めるって。秀明くん諦めずに頑張ります。キラキラ投げても意味ないって。意味なくないよ、ありがたいです。イヤホミミーちゃん来てくれてありがとう。うちの AC は22度設定プラス扇風機が標準です。なんてったって冷蔵庫な人間なもん、要冷蔵な人間なもんで。いすずちゃん、そうなのね、要冷蔵。魔女の宅急便のキャット、あ、そう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 、花かと思ったら色の名前だった。なるほどね。僕も上が100なかったから朝起きるのめっちゃ辛いって。竹本ちゃん、え、だから私も辛いのかな。キサラギちゃん来てくれてありがとう。レイくんふーって、あ、レイくん来てくれてありがとうね。何回打っても桜って言葉が弾かれるって。あれ本当に花。予選26からなのねって。あ、そうです、予選は26日、明後日からです。ショールームに嫌われてるのでね、リュウって。あらね、ちょっと表示されない時もあるんだよね。実は最初から聞いてるは聞いてるって。あ、レイくん。レイくんブロックって言われてたよ。アミちゃんにはヤマト運輸がスポンサーについてるのって。え、なんで。なんでなんで、ついてないよ。ついてないよ。シンプルにみんなにお手紙を郵送させていただく。ありがとう黒猫ヤマトのお姉さん。誰だブロックとか言ってたの、聞いてたぞ、だって聞いてたってよ。レイくんが定期ありがとう、え、ブロックって。予選ってどうやって応援するんですか。わっ、お弱いゆうたくんが来てくれた。予選は26日の18時から始まるんですけど、本当に1ポイントからでもとっても力になりますし、無料ポイントっていうのがあって、無料ポイントのため方は右上にある雷みたいなマークがあると思うんですけど、そこからミッションをクリアすると、コインが貯められて、無料コインが貯めることができます。アミちゃんわら、何366日良すぎた、良すぎだね、おはようって。366日って怖いくらいってやつ。むちゃん、血圧高いのはいろんな薬や治療法あるけど、低すぎは決定的な治療法ないんだよねって。あ、そうなんだ。そう、血圧、看護師さんに血圧低いですねって言われた。だから、あ、そうなんですねって言ったけど、何がいい、なんか分かんなかったからさ。でも問題ないですよって言われた。ゴブリン来てくれてありがとう。宣伝画像作ってたって。もうありがとう、レイくん、本当にありがとう。レイくんにもお手紙待っててね、レイくん。あさって郵送してもらうから、書き終わったやつをあさって事務所に持っていくので待っていてください。楽しみにしてて。
ベッドの目の前にエアコンがあるから、厚紙で風を斜めに逃がすようにしないと寒くて凍りそうって。そうなの？竹本ちゃん心配すぎるんだけど、凍らないで。あ、黒猫持ってるから、そういうこと。これ魔女の宅急便のジジね。わらわらわら。あ、レイさんもお名前のところに宣伝があって。そうなの、リリーちゃんもレイくんもありがとう。キラキラ投げても意味ないって。意味なくないよ、意味なくないです。カズくんこんばんは。血圧低かったら塩分取ればいいよって。あ、そうなの、塩分。そうなんだ、塩分か、そっか、塩分ね。ガチムチちゃん来てくれてありがとう。カイトくん、天才みちゃんありがとう。カイトくん音符ありがとう。怖いくらい可愛い高本。やばいやばい、レイくんもう替え歌、替え歌王だよ。次は替え歌王。ドラマおもろいって。あー、あの広瀬アリスちゃんのやつ見たよ私も。広瀬アリスちゃんのやつだよね、記憶失っちゃうやつだよね。砂糖取るの逆に血圧下がるのかなって。どうだろう、糖分の取りすぎになっちゃう。でもジャンクフードを暴食したらすぐ血圧上がる。あ、そうなんだ。でも私は今オーディション中だから、今ラーメン禁止してるから、ラーメン食べません。飯テロしないでくださいね皆さん。血が足りないのきゃ、居酒屋にレバー食べに行こうって。私でもね、レバーね、そんなにね、レバー得意ではないんだよね。ありがとう、明後日東京行くから表参道に取りに行くわ。表参道取りに来てくれんの。郵送するからね、待ってて。トキちゃん来てくれてありがとう。宣伝しながら SG 稼ぎにいろんなルーム徘徊してますって。ありがとう、本当にレイくん、もう嬉しい。キキとジジですね。そう、キキとジジです。アミとジジ。投げ銭しないから弾かれるのかもコメントって。そんなことはないよ。くまたかちゃんこんばんは。高血圧の薬飲むの忘れてた、ありがとうって。あ、よかった、お薬飲んで。魔女の宅急便、宅急便っていう言葉はヤマト運輸の登録表商標だったので、スポンサーという形で入ってもらったって。あ、そういうこと。なるほどね。メステロいいね、ありがとう。本当だよ、もうメステロしてほしい。フリか、フリじゃないよ。ひろのりちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。リリーちゃんありがとう、定期流してくれてありがとう。SG 当たり率5倍だって、明日の0時から。ありがとう。アミバーとジジイ。ねえ、ちょっと、レイくん。アミと俺、かっこジジイ。プニャさん来てくれてありがとうございます。ロックマン、テンサーアミちゃん来てくれてありがとう。月の人さん来てくれてありがとう。ごめんけど今日は何も食べてないから飯テロでき。え、もう心配すぎる。食べて、それはご飯食べてね。背脂ちゃっちゃ、背脂ちゃっちゃ。お、30分になったので、30分になったので、カレアイさんの曲を1曲流させていただきたいと思います。バズライトオブザイヤーちゃんこんばんは。え、できんって。できん。替え玉、替え玉粉落としで。粉落としって何？食費を浮かせて SG 買いますか。ねえ待って、本当にそれは食べて、本当に食べてね、本当。プニャさんフォローありがとうございます。タワー投げてくれた人全員に手紙を送るなら、有料アイテム投げてくれた人の中から抽選で数名にもお手紙を送るとかどうって。なるほどね、なるほどね、確かに確かにそうだね。予選って、リリーちゃん、そう、予選。
こんばんは、リュウジ君こんばんは。博多ラーメンの麺の茹で方、バリ方、針金、粉落とし。え、そうなんだ。なんかさ、麺固めとか好き、私。僕の体調より網の方が大事、シンプルに自炊めんどくさいだけって。レイ君そんなことないよ、体調は本当に大事だし、もう食べないと元気出ないから。それは食べて、レイ君もやし生活になっちゃう。たかちゃんバラありがとう。ことで一曲聴いてください。一曲聴いてください。僕らはきっとすごくない。30分に1回だよ。最高の仲間がいて、最高の夢を持って、君に見せたい僕らの決意。こんなはずじゃなかった、うまくいく信じてた、勝手に描いてたあの頃の僕。スタートの合図はもうすでになっていた。誰も待ってくれないこの世界では、一人ならきっと理解してた。仲間いるから、君がいるから、青春をリベンジ。僕らはきっとすごくない、特別でもないのに、それでもそれでも挑みたい。好きだから、未来はきっと怖くない、僕らは知ってる。諦めなかった人が特別になること、最高の仲間が音符もありがとう。読んでいくね。貢献上位3名直筆お手紙とかねって。あ、そう、あの前回のティフデデビューの時も上位3名の方に直筆お手紙書いた。でお手紙をそう書いて、神セブンまでにしようと思って、7位まで方書きました。リリーちゃん感謝ありがとう。今日も元気元気ってレイ君、本当にもう心配すぎる。最近ソフトバンクから Y モバイルに変えて安くなったけど、ギガ無制限から6ギガに減って、あっ、金本ちゃんギガ減っちゃったの。タカちゃんバラありがとう。お昼休みにショールーム見れなくなったから、お昼にもショールーム取れなくなっちゃった。無料ギフト入れるからごめんなさい。あっ、そうだったのね、竹本ちゃん。そっかそっか、お昼休みに、うちの Wi-Fi を届けたい。アマちゃん2回目ありがとう。粉落としはお腹壊しますよ、だって倒れてたら応援できませんよって。本当に今一番聴いてる曲ってね、いい曲、本当に聴きたかった曲、いすずちゃん、本当。せゆうちゃん音符もありがとう。でんさみちゃん、みーちゃん、ふりふりありがとう。今日朝家出てスマホ忘れたけど、すぐに気づいたけど、一日も使えなかったって。よかった、スマホ忘れるのは。私もね、あのめっちゃわかる、たまに忘れる、家にスマホ。はるみさん音符ありがとう。リリーちゃん神セブンイレブン、神セブン7位のセブンイレブンでもいいよ。ドラムちゃんこんばんは。ハブさん2回目ありがとう。シーズーちゃん来てくれてありがとう。レグバンちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。ピプロかわいい、嬉しい、ありがとうね。本当にみんな来てくれてありがとうございます。もう明後日から始まるの怖すぎる、本当に。
あさってからの戦い。拍手パチパチありがとう。せーの、最高の仲間がいて、最高のあみちゃんズがだよ。本当にめっちゃいい曲やってね、いい曲本当に。パチパチありがとう。はじめまして。可愛い、まるでアイドルさんみたいですね。フォローしました。桜ありがとう。いい曲です、ほんまにって。ね、あまちゃん。ね、ほんとに。もうスマホはお財布と一緒だからほぼ忘れないなって。えらい、ほんとに。えらい。お財布を忘れたことはないんだよね、でも。スマホはあるかも、家に忘れたこと。お財布はないけど。うん。でもスマホが一番大事だよね。あみちゃんこんちゃん、まなかちゃん来てくれてありがとう。せーの、最高の仲間がいて、最高の夢を持って、君にきらぼしありがとうございます。見えてます。スマホなくてもすごる、私寂しいって。スマホなしで過ごすの、いやでも私もスマホなしじゃ生きられない。社員証忘れて会社入れなくなったことある。そうなの。でもね、忘れ物はね、たまにしちゃうよね。わかる、本当に。貢献上位の方々は確かにすごいけど、投げ銭できなくても一生懸命応援してる人がいることも忘れなくって。柑橘くん、もちろん、もちろんです。ひろゆきくんこんばんは、来てくれてありがとう。デジタルデトックスできません。デジタルデトックスできない。それはそう、できないよ本当に。社員証の写真22の俺で誰を魔状態。いやでもわかる、私もさ、パスポートの写真とかやばい。もうなんか怖い顔してんもん、パスポートの写真。ウイスキーのコーラ割りなんて中学の時以来だぜ。ダメなんよ中学の時は。みーちゃん、ウイスキーのコーラ割り飲んでんの。こじこじ来てくれてありがとう。スマホなしでも過ごせる私寂しい、リリーって。リリーちゃん、そんなことないよ、そんなことないよ。そうね、いやスマホ忘れた時はもうめちゃくちゃ絶望する。てか取りに帰るかも、遅刻しても。マクマクちゃん来てくれてありがとう。やっはー。スマホを忘れることは何とも思わないけど、昼寝ができなくなるのでそれだけ困ります。あ、アラームとかかけられないからってこと。指名手配アミって、いや本当にね、指名手配犯みたいだよ本当に。パスポートの写真、私のやばい。ポテトゲームはいいのでポテトもらえると聞いてきました。ちょっとペプシマン、ポテトゲームはいいのでって、ちょっとスマホなしで過ごせた方が健康には良さそう。いや本当にそう。なんか小学生、私小学3年生ぐらいの時にスマホ持ったんだけど、初めて、あ違うわ、ガラケーだわ。スマホ持ったのはもうちょい後だ、中学1年生だ。そうだから小学1、2、3年生は全くガラケーも何もスマホとか持たずに生活してたんだと思ったら、すごくすごいよね本当に。すごくない？遊ぶ約束とかさ、お友達と遊ぶ約束とかさ、小学校に行って遊ぼうって約束して一旦家帰って合流するんでしょ。すごいよね。千尋さん来てくれてありがとう。スマホ忘れて車を運転した時の絶望感、わーそれはやばい。セブンで買ったジャックダニエルのコーラ割り缶、美味しそう。美味しそう。
心泥棒やんって心泥棒いただきまゆゆ。てか私さ、まゆゆさめっちゃ好きだったの。いや今も好きなんだけど、その当時ね AKB さんの時に推しメンさんがまゆゆだったんだけど、さっきさお部屋片付けてたらさ、あのまゆゆのさファン証明書みたいなの出てきた。あみちゃん運転免許証持ってるって。持ってるよ免許。スマホもはや昔の人から来たらスマホダジャレじゃんペプシマン。スマホには車で移動するとポイントがたまるアプリ入ってるから、家出る時もスマホ忘れない。えらい竹本ちゃんしっかりしている。セブンってペプシは置いてないけどファミマにはペプシある。あそうなんだ。スマホ持ってない時は暇だからずっとテレビ見てた記憶がある。確かにね、スマホ持ってない時代もあったんだよ。俺高本亜美めっちゃ好きだった。ええだった、だった、今かもしれんけど、かも、ちょっとカモ肉にしちゃうよ。まゆゆあみみあみみ渡り廊下走りたいめっちゃ好きだったって。懐かしい。まゆゆプリケツは最高だったどんな写真か見せて。え免許証見せらんないよさすがに。やばいもん、やばい顔してるもん、やばい本当に見せられない。本当に指名手配犯。まゆゆさんのファン証明書そんなのがあったんですねって。そう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 。りなすけ来てくれてありがとう。ぐわぐわカモになったもう焼いちゃうんだから、カモ焼いちゃうんだから。俺 AKB の時前田敦子さん推してたって。あっちゃんね、あっちゃんね、かわいいもん。天才だよ本当に。秋元さん天才。ちいさん来てくれてありがとう。カモ肉にされちゃう。そうだよ。ワンテッドアミ何ワンテッドって。 PSP の恋愛シミュレーションゲームで AKB さん100円で買ったって。あそうなんだ、買えるんだ。焼かれるレイさんって。そうだよ、焼いちゃいます。ファン証明書懐かしい。私も眉推しだったなって。あちゃんも一緒、可愛いよね本当に。だからなんかそういうザ・アイドル、ザ・アイドル可愛いっていう子が好きなの私は。アミの胃液とこんにちはできるのか、かっこやばい人のコメント鴨肉にするって言っただけで食べるとは言ってないからね。レイくん焼いちゃうよって言っただけで、焼くだけで、焼くだけ食べないからグアム編だからいきなりあっちゃんのビッキニ姿出てきてびっくらぽん。でも確かに結構水着とか多かったよね。あみちゃん可愛いのはもちろんだけど話し方が癒しそのもので幸せな気持ちになりまして。優しすぎるピプローちゃん。まゆゆよりあみちゃん、あーかんきちくん嬉しい。まくまくちゃんペンライトありがとう。ネギを背負ってきますねってカモネギ、カモネギ、わー懐かしい。カモがネギを背負ってくる。まさにアミちゃんってことだってシーズーちゃん。優しい本当にシーズーちゃん。ハードオフのジャンクコーナーに置いてあったから救出しましたってみーちゃん。そうなのね。アミちゃんくらい可愛くても指名手配犯になるんだって。なるよ、なるなる。もうやばい、免許証の写真とかパスポートの写真とかやばい。てかあの卒アルとかやばい、流出したら終わるんだけど。ワンテッドかっこ指名手配、あそういうこと。そう指名手配だよ本当。 SDGs の時代なのでちゃんと食べてくださいっていやもうそのままお返しするよ本当に。レイ君は、そうレイ君にちゃんとご飯食べてほしいから。私はだからその焼いた鴨肉はレイ君に食べさす。カニさん来てくれてありがとう。今日も可愛いアミちゃん、ジューザちゃん、クマのジューザちゃん来てくれてありがとう。リクヤノーネームさん来てくれてありがとう。マジスカ学園で篠田麻里子ちゃんが負けたところが泣けたって。あそうなんだ、
あ、はいはいはい、魔術科学園ね。ウルトラ隊員ちゃん、はじめまして、来てくれてありがとう。デビュー直後の前田敦子さんめっちゃ可愛かったけど、その後まゆゆに変わったって。あ、そうなんだね。えまゆゆ可愛い。今日も暑かったね、お疲れ様ですって。くものじゅうざちゃんもお疲れ様、来てくれてありがとうね。みんなもう暑いからみんな水分取るんだよ。ドコモのカスタマーセンターに電話したら、オペレーターの声と話し方がまゆゆそのものだったのは良い思い出すごっ、そんなことある。モノマネしてんじゃない。私もさ、コールセンターとかでさ、バイトしてさ、モノマネマイメロとかになって、クロミちゃん、恋愛シミュレーションゲームにアミちゃん出演してください。出演したいよ、できるならしたい。ピプローハートありがとう。これが本当の地産地消確かに関東のゲリラ豪雨大丈夫だったって。ジューザちゃん、うん、大丈夫だったよ。あったね、なんか雷すごかったよね。ウルトラタンイちゃん、ハートありがとう。ウォンテッド、ウォンテッド。ネモウス TV のロケでまゆがドコモにでも行ったのかしらという謎ウルトラ隊員ちゃん、フォローありがとう。これからよろしくお願いします。ごま塩さん2回目ありがとう。あっちゃんと会話していいところだったのに、高見菜に邪魔されるってお水どうぞってね。そう、ありがとう。ちゃんと財宝だよ。吉川亜美もめっちゃ可愛かったけど、その後高本亜美にハマった同一人物、同一人物同一人物ですそう、今はね、ちょっと高本亜美、ちょっと私苗字をね、何回か変えていて、今は高本亜美でやらせていただいてます。もうダメだちゃん、こんばんは。直樹くん、こんばんは。一番写真写りが良かったのは、車でオービスが光ってスピード違反の写真だった。この写真使おうかと思ったあー、竹本ちゃん、スピード違反お気をつけて。にゃんころぴっぴ丸、来てくれてありがとう。高校の時恋愛シミュレーションゲームにハマりすぎて、現実で告白されたの断ったことある。ごめん、彼女いるんだよねって。嘘でしょ、本当に。すごすごすぎん。アミちゃんの恋愛シミュレーションゲームとか絶対買うしかないって。確かに恋愛シミュレーションゲームの中の人やりたい、めっちゃ。ピッて押してえ、今日はなんか話があるって、何の話なのって。俺キモすぎってそんなことない。バツニアミやんって。そう、バツニなんです。コールセンターのオペレーターがモノマネでふざけてたら、指導員からめっちゃ叱られるよって。あ、そうなんだ、そうなんだダルさん、来てくれてありがとう。今度受かったらまた名字が変わったりしますかって。いや、しないと思うよ、この名前で行くつもり。超レミオシさん、来てくれてありがとうございます。私はリリー、名前変えたことありません。可愛いリリーちゃんって名前。かなめくん、こんばんは、来てくれてありがとう。俺とアミちゃんがデートしても天外デートにしか見えないって。なんでなんで。お店、カフェ、カフェデート、カフェデートで、カフェデートで、じゃあ今日はありがとねって言って解散しようとするところに、ちょっと待って、実はずっと前から好きでした。ハマグリアンちゃん、こんばんは、来てくれてありがとう。やばい、ちょっと待って超レミオシさん、ハートありがとう。リンさん、来てくれてありがとうございます。リクヤ、フォローありがとう。これからよろしくお願いします。
高本亜美です。26日から予選が始まるカレンナエボリーさんのオーディションに受けさせていただいています。1ポイントからでもとっても力になります。26日からよかったらぜひ協力してくださると嬉しいです。本名高本しじみあみしじみあみじゃないよ。しずーちゃん結婚してありがとう。スピード出したせいか目がキリッとして一番写真写りが良かったんだよって。でもわかる、なんかさ、そういう時あるよね。なんかさ、あの何、パッと不意に撮られた写真で使えないよってやつの方が漏れてたりするよね。警察にこれは君かって聞かれて吐いて即答したぐらいケイトさん来てくれてありがとう。赤ちゃんの絵文字さんもこんばんは。みーちゃん定期ありがとう。ぜひ気軽にコメントしてください。ラミア来てくれてありがとうございます。せーの、最高の仲間がいて最高の夢を持って君に見せたい僕らの本気。キラ星もありがとうね、本当にありがとうございます。え、私のこと好きって。もちろん、リリーちゃん。もうちょっとで11時だからお絵かきしようかな。もう明後日から始まるのか、ドキドキだって。いや本当にやばいよ、本当に。もうなんか、もうまた始まると思って、やばい本当に。でももう頑張る本当に。深夜配信だと思ってたからお風呂入るタイミング逃したって。みーちゃん、あーごめんね本当に。お絵かきします今から。お絵かき、私が描いた絵を何の絵か当ててもらうゲームです。お絵かきかっこ大喜利って大喜利じゃないよ。何の絵か当ててもらうゲームです。後で背中流してくださいっていや本当にさ、もうみんなのね、背中くらいね、本当に流したいですよ。めちゃくちゃ簡単に作ったのだけど、宣伝画像 TikTok と X 載せていい？え、もちろん。めちゃめちゃ嬉しい、本当レイくん。カモ。カモ肉ちゃん。カモ肉レイくん。レイ肉。嬉しい、本当に。めちゃくちゃありがたいです、本当。何でも載せてください。アイスレモンこんばんは、来てくれてありがとう。アイスレモン、ここまで来たら後には引き下がれない。ただただ全身あるのみだもんねって。すずちゃん、そう頑張る、本当に本当に頑張る。本当にね、もうレベルの高い戦いかもしれないけど、でも本当にもう一人でも多くの方の力が必要で、1ポイントを1万人が1ポイント投げてくださったら1万ポイントになるから。
あみちゃんお先にお風呂入ってるねって竹本ちゃん、あ、あれ、え、見てくれないの、もやし生活再びって、ひろのりちゃんもう本当にもうね、本当に。でももうショールームでのあのオーディションはもうこれが最後なので、そうから精一杯頑張ります。ぜい肉、違う、れい肉ね。顔立ちも声も可愛いからそういうタレントが合ってるのかもって。トラテツちゃん、はるさん来てくれてありがとうございます。フォローありがとう、はるさん。真夏によく大海ふ頭公園に撮影会行ってたんだけど、大江戸温泉なくなったのは痛いって。え、なくなったんだ。可能な限り応援しますって、ありがとう、しーずーちゃん。以前俺もお風呂入ろうと思ったら配信始まって、そこから2時間半見てたらお湯冷めちゃったことあるよって。本当に申し訳ない、本当にありがとね、みんな見てくれて本当にありがとう。ということで無理なく見てね、ごめんね本当に。ということで、うちのお風呂給湯式だからセーフって、あ、給湯器付き、 K の氏も呼ばなきゃねって、呼んで呼んで。しげちこんばん、みちゃんありがとうね、来てくれてありがとう。石油ボイラーはパワフルって、素晴らしいことで、何の絵か当ててもらうゲームいきたいと思います。のんのん仮面さん2回目ありがとう。いきます、これは何の絵でしょうか。第1問目いきます。じゃん、こんばんは、ケイトちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。猫ブブー、しまじろうブブー、何の絵でしょうか。私、あーブーブー、猫じゃないんだよね。スージーちゃん来てくれてありがとう。なめ猫、懐かしい。違う、猫じゃないのって、猫じゃない、女子猫、アライグマ、そのままじゃないのって。ん、セーブライオンズのライオン、違います。なめ猫知ってるんだって。知ってるよ、なめんなよ猫でしょ。トラッキー、フライングバット、違います。これはキャラクターです。ヒントはキャラクターです。タヌキブブー、ドラミちゃんブブー、コウモリブブー、ナメネコ3回くらいブーム来てるからね。そう、ナメネコかわいいよね。女子犬ブブー、ミーアキャットブブー、あ、わかった、キキだってブブー。パパこんばんは、来てくれてありがとう。あずきさん来てくれてありがとう。女子ハム、女子ハムブブー、やばい、正解者出ないかもしれない。ディズニーの猫のやつ、惜しい、すずちゃん。キャラクター、そう、リリーちゃん、キャラクター。ハローキティ、違う。猫の恩返し、違う。惜しいね、みんな。なんだろう。惜しかった。とっとこハム太郎、違うよー。わらわらわら。トイレから戻ってきたら、俺の似顔絵描いてるやん。違うよ、似顔絵じゃないよ。キキジジ、違う。ロックマンさん、違う。Kのシーン来てくれてありがとう。何の絵でしょうか。やばい、正解者出ないかもしれない。あ、Kのシーン呼んできたって。あ、ありがとう、しーずーちゃん。マリーちゃん、マリーちゃん惜しい。パパハートありがとう。マリーという名の猫キャラ、違う、猫じゃないよ、猫じゃない。青い目の白猫、違う違う。パパハートありがとう。今までで一番うまいのにねって似てないのかもしれない。
ちょっとね、そもそも猫じゃないのって、そう、そもそもね、猫じゃない、ちょっと待ってね、正解のぬいぐるみをさ、ちょっと持ってくるね。みーちゃん、なんて読むの？猫じゃない、わからないって。正解は、正解は、あ、正解！リーナベル！そう、正解、正解！かも？レイくん、正解、正解、リーナベルでした。ちょっと似てる？すごい。え、見て書いたのって。え、見て書いてないよ。ミニーマウスにしてはお耳が立っとる。ひょうひょう名前知らなかった。俺すごくね。すごい。知ってたけどあえて書かなかったって。あさちょっと当ててよ。しーずーちゃん、おーなるほど、あ、そっくりって。当たった方がびっくりしたって。リーガロイヤルホテル？違う違う。リーナベル。リーナベルです。リーナベルちゃんっていう、これはディズニーのキャラクターです。ディズニーのキャラクター。言われてみればって感じ？ディズニーシーの、あのダッフィーとかのね、キャラクターですね。ダッフィーのお友達。ダッフィーフレンズ。当てる方がむずいって。やばい、すごい正解。ジェラトンにて書こうとしたら猫じゃないって言われたからキツネしかおらんくねと思って。すごい、本当に。何のキャラって。ディズニーです。ディズニー大熊さん、ディズニーでした。すごい、拍手、パチ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 。なめくじみたいなうなぎ角から笑う。あーなるほどって。ジェラトーニまでしか知らないって。リーナベルちゃんは一番新しいのかな、今んとこ。今んとこ多分新メンバーです。新メンバー、リーナベルちゃん。リーナベルちゃんみたいに新メンバーになれるように頑張ります。リーナベルちゃんみたいな、リーナベルちゃんもめっちゃ人気だしさ、めっちゃ一時期さすごかったじゃん。売り切れるほどだったのよね。そう、カチューシャ売り切れてたもん。それくらいね、私も新メンバーにならせていただけたらグループに貢献できるように精一杯頑張ります。あのマスオさんとドナルドダック書いた人とは思えない。上手すぎると発想が広がらないんだね。パパハートありがとう。キャラクターは知ってたけどって。あ、本当？俺いつもダッフィーのグリーティング行くって。あ、そうなんだ。南極2号みたいなアナゴさん。トロリン、フォローありがとうございます。こっちかそっ、こっちかそそそ、こんばんは、来てくれてありがとう。ハートもありがとう。こっちかそそそ、ドナルドダックもう一回見たいって。ドナルドね、ちょっともう同じの書けないんだよね。もうどんな感じだったかもう忘れちゃったもん。パパシャボン玉ありがとう。第2問書くね。第2問目書きたいと思います。第2問、第2問、ドナルドトランプじゃなかったって。違う、ドナルドダック。よし、いきます。第2問、これは何の絵でしょうか。鳩サブレみたいなドナルドダックだった。
ポンタさんがいないからデデンって言う人がいないって。あ、そうなの。そう、ポンちゃんね、今日忙しいみたい。さっきお昼の時来てくれて、お昼配信星座待機中って。ありがとう、行くよ。ほい。黄色おじさん、バラありがとう。黄色おじさん、シャボン玉ありがとう。耳かきブーブー、わらわらわら。しめじブーブー、きのこ雲ブーブー、しゃもじブーブー、骨ブーブー、足ブーブー。なんでしょう、カビの、なんて読むの、しいたけ。頬をマッサージするもの。違う、泣いてるアミちゃん、違うよ。ガーミラス帝国の地底都市、違うよ。ゴルフクラブ、違う。腕、違う。キノコ、違う。犬が食べたがるやつ、違う。ヒントは、ヒントはまあ私の家にある、家にあるもの。ブロッコリー、違うよ。アリの巣、違う。わかった、ブラシの先、違う。ちょっと惜しい。でもボラギノール、違う。ドラえもんの腕、違う。アリの巣、違う。椅子、違う。切れ字の俺。もう面白すぎ。しゃもじ、違うよ。ハリガネムシブーブー、おたまブーブー、肩たたき機、アリの巣、蛇口。ちょっと惜しいんだよな。タイムボカンのあれ、スプーン、孫の手、おたま、綿棒、お仕置き、ダメさ。ダメだ、ボラギドール以外出てこ。ちょっと待って、違う。めめさん、フォローありがとうございます。めめさん、これからよろしくお願いします。充電器のワイヤレス充電器、あー違う、わかるようでわからない。これはお家にあって、まあ夜使う人もいれば、まあ、朝も使う人もいるのかなっていう。で、さっきもちょっと話題に出てたやつ、これでわかるかな。ひまわりさん、来てくれてありがとうございます。地にはきついタイプの硬いサドル。あー面白い、ほんと。違います、歯ブラシ、違う。チーズタッカルビーの伸びるやつ、違う違う。物です。ドライヤー、違う。靴べら、違う。お、正解、おやまーくん正解です。シャワーヘッド、シャワーでした。シャワーヘッド正解、小山くん。チョコフォンデュのタワー。確かにちょあるね、こういうのね。リファのファインバブルシャワー正解、それも正解。そんないいやつではないんですけど、難しい。え、穴がないけどって。え、これは、え、私こんな感じなんだけど、穴雑すぎひん。画伯って。どこから水が出るのって。え、この内側だよ。これは内側、こっからこっから出るんじゃない、こっから出るの。ほんと真上から描くの好きだね。水は出ません。出るよ、出る出る。素晴らしい。今日の絵はアリーナベルちゃんとシャワーヘッドでした。製造中止やん。後ろ向きのシャワーヘッドって。え、後ろ向きっていうか、普通に横から見てもこんな感じじゃない？背中を描いてもらっても。すいません。のりかちゃん、こんばんは。左右のクオリティの差。消費者庁にクレームが入りそう。え？
後ろ姿では難しいって。ちょっと今日も難題でしたか。いや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 、みおさん来てくれた、七瀬みおさん来てくれてありがとうございます。こんばんは。っていう今日の問題でした。お絵かきでした。ありがとうございます。リンダベルトの差がおもろすぎ、嬉しい。俺らで遊びすぎだよみちゃんって。そんなことないよ。肝心なところ書かないの面白い、楽しかったって。ありがとう、そんなこと言ってくれて。安定の画伯ですね。激ムズで今日も眠れない。寝かせないよ、寝かせないからね。何？何ちゃんレベルの絵？なんて読むの？たまちゃん？キラキラあなたに会いたくて、いつか恋が始まったの。こっちは真面目に考えてるのに。いすずちゃんありがとう。にっくぼちゃん200回目、200度目ましてありがとう。そういえば銭湯で高級シャワーヘッドの盗難が増えてるらしいよって。え、そうなんだ。でも確かに高級シャワーヘッド欲しいもんな。なんかあるよね、めっちゃさ繊細な水が出てくるみたいなシャワーヘッド。いいシャワーヘッドさ欲しいもんね。寝かせないよは可愛く言わないと怖いです。寝かせないよ。キャってひろのりちゃん、キャ。にっくぼちゃんペンライトありがとう。パチパチありがとう、拍手はーいって。ありがとう、ありがとうございます。世界中の会えない恋人たちが、神様どうか会えますように、冬が終わる前に。朝までって、朝まで、朝まで寝かせないよ。嘘だよ、朝まで私は寝ますって。冗談だよ。でもさ、なんかさ朝までオールすることがさ、あの、あんまないからさ、私も朝まで起きてられるのかな私って、って思ってる最近。まあでも1日ぐらいはいけそう。寝かせないように優勝ですって。トラテツちゃん嬉しい。なりさん来てくれてありがとうございます。こんばんは。初訪問の方も、2回目の方もこんばんは。高本亜美です。数ある配信の中から私の配信を来てくださってありがとうございます。26日から予選が始まる可憐なアイボリーさんの新メンバーオーディションに参加させていただいてます。大好きで憧れの可憐なアイボリーさん、そしてもうずっとちっちゃい時から好きだったハニーワークスさんの楽曲でデビューできるように精一杯頑張ります。たくさんね宣伝してもらえたらとっても嬉しいですし、宣伝とかね、もうほんとコインを貯めておいてもらえるのもとってもありがたいですし、もうあのいろんなね、何、あとなんだ、あと何、たくさん本当にシェアとかもとってもありがたいです。もう30過ぎてからは徹夜できませんって。でも徹夜は本当に良くない。徹夜するとなんか狂うもんね。ゆうすけ戦隊さん来てくれてありがとう。最近土曜日の深夜が不眠状態ですって。いすずちゃん、そうなの、気をつけてね体調。部屋の豆電球が切れた、暗いの怖いって。大丈夫かみーちゃん、
TikTok、X、インスタで宣伝してきました。ありがとう、本当に意味あるか分からんけどって、いやもう本当に宣伝してくれるの本当にありがたいです。ありがとう、本当にありがとうね、鴨肉ちゃん。天中くん、ハートありがとう。あ、いっぱいありがとう、天中くん。注目、そろそろお歌のお時間って、うん、そろそろお歌の時間。トラ太郎ちゃん、こんばんは、来てくれてありがとう。のぞみちゃんもこんばんは、かわいい、ありがとう。はいはいにしよう。最近めっちゃかわいいね。してる、あざと可愛く、涙とかハートとか使い分け、理想の彼女は私でしょう。自信か生意気、ご愛嬌。まあ人間は中身とか綺麗事言うけど、君だって結局は可愛い子選ぶんでしょう。平成も令和でも変わりゃしない、それこそが現実。チョコレート我慢、君のため我慢、ご褒美にいいって、最近めっちゃ可愛いね。スタバだって我慢、可愛いわ我慢、女の子は頑張ってんの、ぬるぬるされたいにゃん。リズム乗って靴鳴らして、君に会いに行く、大好き大好き、待ち合わせ気づかないふり、君が見つけて一番可愛い彼女。ありがとう、チョコ我慢だよ。ニコちゃん、こんばんは、来てくれてありがとう。わい、小さい頃から真っ暗の部屋では寝れないのって、え、そうなの、みーちゃん可愛い、みーちゃん。パパ、ハートありがとう。インスタリアカーしか持ってないから誰もショールーム知らない説あるけどって、いや、わかんないよ、わかんないじゃん。ショールームってでも割とね、有名っていうかね、結構ね、誰かしら来てくれるかもしれないから、何があるかわかんないからね。リリーちゃん、音波ありがとう。シーズーちゃん、今日もありがとう。この曲一番好き、え、よかった。パパも音波ありがとう。リリーちゃんも音波ありがとう。アミちゃんは最近じゃなくてずっとめっちゃ可愛いですって、優しい、スズちゃん。チョコガノン、カイトくん、カイトくん、ペンライトありがとう。パパ、音波ありがとう。ずっとめっちゃ可愛いねって。優しい、レイくんも。カイトくん、ハートいっぱいありがとうね。ツンツク、こんばんは。のりたまちゃん、のりちゃん、来てくれてありがとう。いつもずっと優しいね、かっこ俺。かっこ俺。しんし、あ、みっちゃん、ミラーボールありがとう。大好き大好き、待ち合わせ気づかないふり、みーちゃんが見つけて一番可愛い。ありがとう、みーちゃん。トラテツちゃん、ハートありがとう。パスタ星人、音波ありがとう。ふーってパリピとみーちゃん、ありがとう。カレー屋さんの楽曲、マジでアミちゃんと合ってるって、え、嬉しい、本当にめちゃくちゃ可愛い、可愛い、ストレートな曲が多いよね、本当に。だってさあ、チョコレート我慢、チョコレート我慢、スタバも我慢だって。もうチョコとスタバとか私の好きなものだよ、好きな食べ物。みーちゃん、流れ星ありがとう。パパ、
バラありがとう。一番可愛いのはアミちゃんってリリーちゃん。嬉しいよ、本当に。嬉しい。パチパチ。みーちゃん、拍手ありがとう。餃子はって、餃子も好きだよ。餃子も好き。でもね、あのね、今はオーディション中だからね、食べないようにしてんの。我慢。そう、我慢。チョコも我慢、餃子も我慢、ラーメンも我慢してる。一番好きなギタリストが作った曲をアミが歌う世界線。そうなりたい、本当に。絶対合格。もう必勝合格祈願です、本当に。え、アミちゃんより可愛い子なんているのって。そんな、もういるよ、いっぱいいる。もう本当、世の中って可愛い子がいっぱいいるんだよ、本当。可愛い子っていっぱいいるの。俺もアミ我慢するかって。我慢しないで。アミ我慢はしなくていいよ。ご褒美にいいって、最近めっちゃ可愛いね。女の子は頑張ってんの。なでなでされたいにゃん。ももさん2回目ありがとう。3つも2回目ありがとう。こんばんは。アミキャンセル界隈。アミキャンセルしないでよ。アミキャンセルしないで。流行ってるからってさ、少なくともこのオーディションの中で一番可愛いって。嬉しい、しずちゃん。もう頑張る、本当に。本当に頑張る。でもみんな同じ気持ちで、みんな新メンバーになりたいっていう子がいっぱい集まってて、こんなにもたくさんのね方がスタートダッシュからも始まって、多分予選からもね入ってきてさ、うん、みんな同じ目標で頑張っているんだけどね。負けられない戦い。ひき肉でアミ買えるの我慢しますって。ひき肉？あ、焼肉か。焼肉で網買えるの我慢します。そうだよ、網交換しちゃダメ。カイトくん、ハートありがとう。300数人全員配信プロフィール見てきたけど、やっぱ網しかクリニックだったわって。嬉しい、本当に嬉しい。もう一番大好きなもの我慢するの？じゃあアミちゃん我慢しなきゃって。あ、かんきちくん嬉しいけど我慢しないで。私はオーディションで、あの、我慢しなきゃいけないだけだから、みんなは我慢すること全くないからね。ワイの墓石にはアミちゃんとのツーショット写真をプリントします。そんなこと考えないで、まだダメだよ。僕も好きなもの立ちます。コーラ立ちしします。コーラか、コーラ好きなの。ひろのりちゃん、トラテちゃん、トラテちゃん、コーラ。でもコーラは、あの、何、私もあんま飲まないようにしてる。でも美味しいよね、コーラ割りとかが多い。美味しい。負けられません、勝つまではって。本当に負けられない戦い。戦争です、戦争。戦争だよね、ほんと。ティフと同じくらいかそれ以上の倍率。頑張ろう、アミちゃんって。いや、ほんとにティフより多いぐらいだよ。ちょくちょく一文字読み間違えるよねって。あ、そうなの。ちょっとさ、あの、めっちゃ読み間違えちゃう。ごめんね、ほんとに。見えなくなってきた。板車ならぬ板墓石。どういうこと、どういうこと。いろんな子の配信回ってるけど、アミちゃんが一番だよって言ってくれてる。あちゃん嬉しい、本当に。うん、みんな優しい。ひとみん来てくれてありがとう。2回目どうせワイの代で終わりだからって、みーちゃん。そんな終わらせないで。ワン初本もありがとう。あ、ポンちゃんお疲れ様、来てくれてありがとうね。宇宙人だちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。可憐なイーノさん来てくれてありがとうございます。まこちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。
ライトの真ん中にスマホつけて配信すると目が悪くなるから2つにして左右に置いた方がいいよって。ありがとうね、本当そうなの。だからそう、本当にそう。カズくん、天才みちゃん来てくれてありがとう。好きなキャラとか推し面をプリントして貼ってある車をいたしゃって言うから。ああ、そういうことね。確かに確かにあ、はいはいはい、確かに。あのカバンとかもねあるよね。ゴシマ遊びに来たよ、来てくれてありがとう。直筆サイン入り写真集を購入できるまでは諦めません写真集出したい。私もアミちゃんプリントした。あ、そういうこと、あ、そういうことね今から帰宅。あ、ポンちゃん気をつけてね。流れ星もありがとうね、ポンちゃん。カズくんハートありがとう。ペット冷酷にも大好きなペットの画像をプリントした発火石あるわよって。あ、そうなんだ。でも確かに、わ、私さ、あの何、金魚とかさしか飼ったことないから、犬とか猫とかさ、もうやだね、ほんと、ほんとに死んじゃうのやだ。あみちゃんやっほー、響くんやっほー、来てくれてありがとう。ライト4から5000円よりも目を守る方が大事だからねって。そうだね、ほんとに、ほんとにそう、目見えなくなってくる、ほんと最近。カイトくん、ウインクして、ありがとう。ありがとう。明日天気になーれーちゃん、こんばんは。俺が星だからプリントしてね、かっこアミの犬わかった、プリントするね、レイくんのことメさん、2回目ありがとう。このルームに来てくれた人みんなでお金出し合って写真集作る。カメラマンさんは誰みんなで作ってくれんの？モデルやります。え、カモ肉ちゃんがモデルらしいよ。付き合ってください、ゴシマちゃん。電気屋さんで配信用のライト見たら眩しくて1分も見てられなかったよ、目見えなくなるよって。いや本当だよね、めっちゃね本当に明るいよ。カメ子さんいそうって。カメ子さん、でも私あんまカメ子さんあんまそんなにいなかった。猫飼ってるアイドルちゃんは服が毛だらけだから配信でわかるって確かに黒いやつとか着てるとね、もうやばいよね、黒とかね。食品サンプルモデルありがとうね、ほんとカモ肉ちゃん。あー、かわいいって嬉しい、ゴチマちゃん。サスケさん、2回目ありがとう。元カメ子ですって。え、そうなの？そうなんだ。でもすごい、ほんとになんか私前にアイドルやってた時に全部ライブが撮影 OK だったのね。撮影 OK エリアとかじゃなくて、もういつでもどこでもいつでも撮っていいですよみたいな感じだったので、そうだから撮ってくださって X とかにも載せてくださってる方が結構いらしてくださって、そうみんな上手だなと思って。まあでも多分何事故画とかはさ抜いてくれてるんだろうけどね。多分事故画とかいっぱいあっても多分載せないようにしてくださってるんだと思うんだけど、みんなめっちゃ上手で嬉しい、本当に。だから高本亜美って調べたら結構写真、ライブの時の写真とか出てくる。フロア分けないからカメラ持ってかなくなった。なるほどね、確かに。そっか、ずっとあれだもんね、こう生で見るってよりもカメラで撮ってるから画面越しに見てるみたいな感じになるもんね。チーム8時代はカメ子でしたって。え、そうなの、ポンちゃんも。そうなんだ、すごい。じゃあカメラできるの、すごい。
何歳ですか、何歳に見えますか。カメコ、カゴメ、そうカメコさん、カメラ撮ってくださってる。あとレタッチめんどくさくなってって。でも確かにシーズーちゃん、カメコさん本当に尊敬、写真撮るのうますぎるね、すごいよね本当に。今でもスマホとか目が一番大事だから目を一番大事にしてねって。ありがとうね竹本ちゃん。本当に今さスマホとかさ、なんか結構暗いところでもさスマホずっと見てること多いからさ、画面見ることめっちゃ多いからどんどん目悪くなっちゃう。私目だけはいいのに。伊藤研究員来てくれてありがとう。21歳、お、いいところをついてくれました。やっぱりカメコさんいた、カメラマンしてもらおうってね。そうでもね、カメラ撮ってもらうのめちゃくちゃ嬉しいです。まだカメラは持ってるって。あ、そうなんだ、すごい。本当にカメラとかさ、もなんか何買ったことないからさ。機材に400万とか支払ってたのは黒歴史ですって。え、すごすぎる本当に。もうプロじゃん、もうプロ。ロドリゲスハメさん来てくれてありがとうございます。俺も21歳って21歳かもだよ、21歳かも、21歳かもしれません。ロドリゲスこんばんは、フォローありがとう。ロドリゲスこれからよろしくお願いします。ニキビ消すレタッチ作業は大変でしたって。あ、ニキビまで消してくれんの、ありがたいね。あとシンプルに車に金かけすぎてカメラやる余裕がなくなったって。車ね、確かに車かかる。ちなみに57さん来てくれてありがとうございます。ありがとうみんな、今日も配信来てくれて。目の下のほくろかわいい、嬉しい。目の下のほくろ、カメコあるある、片手だけやたら筋肉つきがち。そうなんだ、すごいな、本当に尊敬する。カメラとか撮るすごい。そのほくろも消してやろうかってレタッチで消されちゃう。消さないで、これはね私のね印なの、本物の高本亜美だよっていう印。結婚式カメラ頼まれると全然楽しめないって。そっかそっか、でも確かにカメラね、確かに、そっか、カメラで撮ってるからその分ね騒げないもんね。確かに動画とか特にね。鬼滅の神戸寺さんもほくろ真似してるくらいだからねって。そうだよ、フレッシュ野外大撮影2日連続参加したら膝がやられましたって。いやーそうなの。いちごプリンちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、一日中立ったりしゃがんだりするからって。撮影会、なるほどね、大変だ。迷わないように油性ペンで印書いてるのって違うよ、違う、油性ペンで書いてるわけじゃないよ、本当に生まれつきなのこれ。書くとしたらもうちょいねこの辺に書くよ、この辺の方がいいもん。結婚式はおいでシャンプーを踊るに限ります。おいでシャンプー、前撮り真夏に撮った時寝そべって撮ってたらやけどした。大丈夫か、
ソノさん2回目ありがとう。アミちゃんは生まれつきだからオリジナルのオンリーワンだよね。そう、オリジナルです。私の幼少期の写真も見せてあげたい。ちゃんとついてるか、ついてるっていうかちゃんとあるから。あら、アップかわいい。本当？アミごめん、今日デート行けない。え、なんで？楽しみにしてたのに。理由は？理由を言ってTikTok 見てくれてありがとう。なぜか毎回乃木坂さんを踊らされるっていいな、楽しいじゃん。リリーちゃん音符ありがとう。ありがとう音符。取り外し可能なのかって取り外し可能じゃないです。アミの幼少期の画像を持ってたって。あ、本当にポンちゃん。そう、一回ね載せたことあって、でもちょっとストーリーなんだっけ、何回載せたな、押し間違えた。ありがとうリリーちゃん。そのうちリリーちゃんも間違えてタワーを押すようになるうん、もう本当にもうね、なりませんってもうやばい、ほんと明後日から不安でしかない。毎日おはようの歌聞きたい先生おはよう、みなさんおはよう、小鳥もピッピと鳴いています。おはようおはよう、おはよう。きらぼしありがとうございます。ありがとう。もう明日が予選前最後の配信になります。うう、怖いよ。本当に怖い、本当に怖いけど精一杯頑張ります。0時にはこの配信も終わるね、ショールームも。本当にどうしよう。最近近所の子が保育園行くの嫌すぎてギャン泣きしてる声で起きるかわいいかわいいな、いいな、かわいい。でも私のね隣のね家の子もね、ちっちゃい子いるんだけど、かわいい、めっちゃ。時が止まればいいのにって本当に。この配信終わったら TikTok やろうかな。リコさん来てくれてありがとうございます。家着いた。あ、おかえりポンちゃん、おかえり。アミ今日飲みに行くからご飯いらないTikTok でコメントしてね、ぜひ。ごしまちゃん、ひろでぽる来てくれてありがとう。やっほー、ありがとうね。きらぼしもありがとうございます。見えてます、きらぼし、ありがとう。26日、あさってからガチイベ予選が始まります。ポイント貯めておいてもらったら嬉しいです。寝かせないよって、ひろのりちゃん寝かせないよ。時間を止める能力があれば審査票を全員アミちゃんの名前にしますって確かに確かに、もう時間を止められたらね、認知してくださいアミタンって。ごしまちゃんね。 SFPK ちゃん、ちょこんってありがとう、来てくれて。ハカンさん2回目ありがとう、こんばんは。ヒロデポルバラありがとう。なんか私さ、もっとさ TikTok とかさ、なんか凝ったやつ
TikTok とかもっと凝った編集とかしてもうちょっと凝った動画を載せたいんだけど、技術がなさすぎて、私の技術がなさすぎて、動画編集上手になりたい、もっと。どんな感じで載せようかなと思って、このカレンナイボリーさんの新メンバーオーディションを受けさせていただいてて、ショールームに来てほしいっていうのを TikTok の動画に載せたいの。 5% ありがとう、2回目編集やっとって編集やっと。そう、めっちゃさ、それこそ私がドラマ TikTok ドラマにさ、いつも出させていただいてるさ、土井ちゃんもさ、めっちゃ上手じゃん編集、あれ自分でやってんだよ、すごいよね。あのシンプルさがいいよって、あのシンプルさ本当ね。そう、私だって全くこうやって編集せずに質問答えてるっていうあれだから。家に着いたので、ご飯にする、お風呂にする、網にする、待ってますポンちゃん、ポンちゃんおかえり。網にする、網にする、網にする、どれにする？生卵みーちゃん。ナウマンさん、フォローありがとうございます。ナウマンさん、これからよろしくお願いします。ジョッピンカル、2回目ありがとう、来てくれて。ともあきくん、こんばんは、来てくれてありがとう。あつ、わら圧強め。網にいる？網にする？網にする？網にする？キャー、ひろのりちゃん。網しかないや。網が選ぶ気ないんですけど。網一択。違う、三択だよ。網か網。ケイちゃん、初訪問ありがとう。圧強め。えって、リリーちゃん、え選択肢って知ってる？ツナかミカ、ツナでしょ、読めたよ。寝かせてよって、ひろのりちゃん、あと15分で終わる、ショールームはショールームはあと15分で終わって、その後ちょっとだけ、ちょっと30分ぐらいだけ TikTok やる、ライブ配信します。アミジャガは好きって。アミジャガね、美味しいよね、アミジャガ。ショールームはてんてんてん、ちょこっとだけやります、ちょこっとだけ。アミパリスも好き。アミパリス可愛いよね、アミパリ。可愛いよね。裸エプロンのアミか、しじみのアミか。お風呂で背中流すアミってこと。竹本ちゃん、本当に。もう、思いついちゃうんだから、そういうこと。ショールーム終わったら速攻でお風呂入っていいですかって。え、いいよ、全然、ポンちゃん。全然いいよ。入って。ちょこっと。そう、ちょこっとだけね。ことだけやります。え、 TikTok ますますお風呂行けないわって、ごめん、全然入っていいよ、本当に。ショールームは見て、みんなショールームは見て。 TikTok はまあ、宣伝だから。網、何する、何、なんて、どういうこと。アミさん12時に終わっちゃうの？終わっちゃいます、あとちょっとで終わる。もずくさん来てくれてありがとう。チックタックそう、チックタックやります、チックタック。もずく、天才アミちゃん、ありがとうね。そろそろ最後の締めに行きたいと思います。
今日の締め、今日の締め、アミジャガで田中圭と食べ残す、一緒に寝ようよ。あれ、いつの間にか順位が上がってる、誰か抜けてきてるって。あ、そうかもしれない。多分いなくなられちゃう方がいらっしゃったら、やばい、さすがに腹減ったって。ねえ、食べて、本当にレイくん、ご飯食べて。お、大きなのぼの古時計、おじいさんの時計。ぽんちゃん、みょんぴーこんばんは、来てくれてありがとう。最後の締めに行きたいと思います。今日も配信ありがとうございました。今日はお昼配信と、お昼配信と夜の配信2回配信やらせていただいたんですけれども、来てくださって本当にありがとうございました。もう本当にショールームの配信、数ある配信の中、私の配信を見つけてくださって、来てくださって本当にありがとうございます。明日が、予選が始まる最後の配信になります。明後日からはね、予選が始まって、多分予想を1日2時間の制限でがあると思うので、それでちょっとスケジュールをね組んだんですけれども、予選が始まって、予選、準決勝、決勝、ラストチャンスがあります。このねショールームの配信審査を絶対通過して、その後の最終審査も絶対絶対、もう今回こそ必ず合格してみせます。もう必勝、もうハチマキ、ちょっとハチマキ買ってくよ、ハチマキ買ってくるね、ハチマキ買って、ちょっとみんなもハチマキつけて一緒に頑張ろう。みんなもハチマキつけてほしい。で、本当にね、一人でも多くの方に配信来ていただけたら本当に嬉しいので、たくさんシェアとか宣伝とかコイン貯めておいてもらえたりしたら、とってもとってもとっても嬉しいです。いつも本当にありがとうございます。寝かさないようで閉めてって、トラテツちゃん、トラテツちゃん寝かさないよ。おはようってカモ肉ちゃん、バイバイハッハッって。明日も配信しますか？します。リリーちゃん定期ありがとう。ハルトだよ、初見です、ありがとうございます。高本亜美です。26日から予選のカレンのアイボリーさん、新メンバーオーディションに参加させていただいてます。よかったらぜひ覚えてくださると嬉しいです。配信では可愛い衣装でお願いしますって。竹本ちゃん、オッケーだよ、高本家総動員でって。ならお夜食用意するねって書いとくん。お夜食わかりました、8割つけますって。8割ハチマキだよ、リリーちゃん明日見に来ます、ありがとう。カイトくん、お疲れギフトありがとう。お疲れか疲れ、この後も TikTok ライブで寝かせないよ。ってことで、配信終わりたいと思います。壇上読みます、いきます。本日のライブランキング第13位、小山くん、12位、天中くん、11位、竹本ちゃん、10位、リリーちゃん、9位、白金ちゃん、8位、シーズーちゃん、7位、肉棒ちゃん、6位、まくまくちゃん、5位、XYZ ちゃん、4位、黄色おじさん、3位、パパ、2位、みーちゃん、1位、カイトくん。じゃーん、じゃーん、じゃじゃーん、じゃーん、じゃ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 ん、じゃーん、じゃーん。カイトくん、どのあなたは、たくもとあみちゃんのライブ配信で優秀な成績を残したことをここに称します。2024年7月24日ありがとう、ありがとう。今日も楽しかった、ありがとうね、こちらこそ。パチパチ、最近なかなか1位になれないって。じゃんけんぽん、よ、じゃんけんいくよ。今日も配信ありがとうございました。今日は
魔女の宅急便のジジトでした。ありがとうございました。またね。配信お疲れ様、こちらこそありがとうって、ありがとう。じゃんけんして終わります。せーの、高本あみちゃん、じゃんけん、じゃんけん、グー。みーじゃダメなんですか、連邦蓮舫さん、配信お疲れ様ありがとう。グーでした。今日のじゃんけんグー。またね、楽しかった、嬉しい、ありがとう。負けた、勝った方も負けた方もまた明日も会いましょう。ありがとうございました。またね、本当にみんなありがとう。頑張ります、26日から頑張ろうね、本当に。おやすみなさい、閉店ガラガラ。またね、おやすみ、ありがとうございました。